桜を頑張って持たせろ。ノルウェーの提携会社から長期研修に来ていて、もうすぐ帰る予定の映画火山の応援を始めた。まだ日本にいたいから頑張れとか言って、てるてる坊主吊るしてるそうな。でも逆さになるってへこんでた。 A はちょうど今週頭から同じ会社から短期研修で1週間ほど5、6人が来る予定だったので、そいつらの通訳や案内をしてから帰る予定だった。予定が伸びてすることもないのか、毎日優雅に会社内で花見をしたり、人にちょっかいを出してる。短期研修も一時中止になったから、どうするかと相手方と相談していたら、桜を頑張って持たせろと言われた。無理です。 A はノルウェーに帰ったらチーズの勉強すると豪語している。理由は日本はチーズ以外は何でもあるからだそうな。足りない分は自分で補うつもりだと。鯉のぼりを買って壁に飾りたいとか、毎日にぎやかでたまらない。無防備な名倉。まだ俺が学生の頃の話だけど、その日は夏休み初日なのもあってか、気分がハイだったので、適当に遠くでも行ってみるかと夜通し自転車を走らせてたんだ。ちょっと疲れたので一息ついてたら、体型ネプチューンの名倉のような外国人が千鳥足で俺の方に近づいてきた。真夜中だったし、外国人に声をかけられるの初めてだから身構えてたんだけど、話聞いてみたら、お酒を飲みすぎで酔っ払っちゃって駅の方角がわからなくなってしまったらしい。すみません、ちょっとお酒飲みすぎたから酔った。〇〇駅はどこ？わかる？ちょっと教えてほしいです。って聞いてきたんだけど、地元じゃなかったし、方角とか全然わかんなかったんで、すみません、わからないです。と言った後、そそくさとその場を立ち去った。30代くらいのおっさんだったんだけど、片言の、ちょっとお酒飲みすぎたから酔ったってのがすごく可愛らしくて、日本でお酒に酔って真夜中にふらふら徘徊していた無防備な名倉を思い出すと、なんか和む。